年末ちょいと家を開けてる間にいろんなものが到着しましたので開けましょう。 CSM 電王ベルトのムービーエディションですね。これでついに電王系の CSM も完結だよね。ウィングホームとかガオーだけじゃなくって、今回勇気もさ変身ベルト換装可能ってことで、パッケージ絵はどうなってんだ。あーウィングフォームですね。そうベースのさカラーが通常の電王ベルトと違うから、ウィングフォームはブラック系になるから遅れて発売するんだろうなと思いつつも結構引っ張ったかな。裏側は勇気か。え、ガオーは？ガオー好きなんだけど。そしてこの辺多分この辺、あでもガオーのあれだね、あの複眼のワニの口みたいなところが臓器。あーいたいた、ガオーここにいたわ。かっこよくない？変身者も含めて。マスターパス使いますからね、インフィニティの。そしてフータロスまでフォローされてるチケットね、ジークだったりとかガオー、ブランク、インフィニティ入ってるね。で勇気系か、でフータロスと。今回は電王ベルトがベースでありながらも色が全然違うんだよね。デラックス版でもガンメタね、いい感じだったんだけど、本編だともうちょっとここが暗めだったんだよね。もうこの時点でほらだいぶ本編準拠って感じ。そして高級感あるな相変わらず。そしてウィングフォーム用のカバーだったり、こうしてこうね、あー高級感違う。ベースパーツとしてはめっちゃシンプルに変わったんだけどね。でマスターパス、ここにインフィニティのカードを入れてガオーに変身みたいな遊びができるし、金の白押しもめちゃくちゃ綺麗。まあでもデラックス版でも一応別商品として発売してましたからね。でおなじみの超質感のいいパス、ベルト同盟で勇気か、勇気のカバーと、これが新しいね、全く新しいやつ。ガオーのシルバーの方は以前にデラックス化されておりますが、ここがちゃんと茶色になってんだ。ここ前までさオレンジっぽかったのよ。ほらこういうところも、あ全然、あ前面も全然違うな、めっちゃ変わってるな。まあおなじみのここの前面ボタンプラス CSM 用にボタンが追加されてますね。裏側の切り替えボタンは、ああ、これもいろいろありますよね。で、勇気の神谷さんボイスとか、ジークのミキさんボイスとかも入ってるわけでしょ？要はジークとゲネシスドライバーが同じ声ってわけよ。はい、電池入れましたので電源オン。最高すぎるだろうがめっちゃ高音質。ボイス言ってくれるわけね。おう。教養の差だ。我が刃の前にひれ伏せ。これで恩は返した。ありがたく受け取れ。めっちゃ、あの音質もいいね。でもちょっと分かりづらいんだけど、結構ほらブルーにちゃんと光ってる。おー、ウィングフォームジークだ。で変身解除ね。で引っ張れば取れるから、この T 字がちょっと斜めになってる位置を合わせると。おー、これでもさ、意外と、デラックスでも結構すごかったんだよね。ほら。でもまあ、発光パターンとかが、劇中準拠になってんのか。で、本人ボイスも入ってんでしょ？うわぁ！
気をさまよってろ。すげえ渋いんだよね。ああ、バカの揃い踏みだな。いいぜ、全員俺が食ってやる。チャージ。勇気行こう、勇気。勇気はあの、なんか、ムチみたいなやつが、くるくるくるって、腰に巻きついてベルトに変化なんですよね。あ、こんなんだったっけ？変身。はい、神谷さんボイス。変身。え、こんなんだったっけ？かっこいい。ライダー系のアイテムから神谷さんボイスが鳴るのって全くの初か？あ、でもキューレンジャーで司令官やってたからキューレットで鳴ってたっけ？ベルト右が装着されてない状態でフォームスイッチを長押し。ハイジャックフォーム。わあ。もう一回長押しすると？スカルフォーム。ここも神谷さんボイスかな？ハイジャックフォーム。え、めっちゃかっこよくない？勇気。あ、一応これが大気音なんだ。あ、シンプル。で、ゴーストイマジンボイスを聞きまくれると。あ、違う。効果音だ。BGM はいつも通り、押すごとに切り替わる感じですね。わー、すげー。要は、勇気は入電オンの時ですよね。そう思うと入電オンの発売から、だいぶ時間経って、ついに勇気のベルトが来たと。相当いろんなサウンドが鳴りますので、セリフも、あ、でもセリフは言うほどむちゃくちゃ入ってるってわけじゃなさそう、今回は。一通り説明書読んでから、いろいろ遊んでみたいと思います。ウィングフォームやっぱいいね。ブーメランが飛ぶ音、電ガシャの形が、また通常の4フォームとは違うんだけど、ちゃんとあれ、おもちゃで再現できるんだよね。ああいうところもさ、電ガシャの有能さだよな。ってことで、年末に到着しながらも、ムービーエディションの電話ベルト開けておりませんでしたので、この後また説明書を読み込んでから本レビューアップしたいと思います。以上、レアホンチャンネルでした。